触手プレイが見たい人、この指止めれ、ということでさあやっていきましょうか。バイオウェズル RE3 観光ツアーパーツ何本か忘れたけど、今回このガレージからスタートっていうことで、ね、まあ、タイヤがたくさんあるんだけど、どのタイヤにしようかなって言ってる間に、ね、人が死んでるっていうわけなんですけれども、まあ、今回ね、ジルのなんと触手プレイが見れるというね、あの特殊な性癖をお持ちの方ぜひですね楽しんでいただけたらブキューと思います。うわぁ、早速なんだけどね、まあこれ観光ツアーでございますんで、いろいろ紹介していきたいんですけれども、まああの、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただいた方はですね、最後までタダでご覧いただけますんでね、チャンネルボタン、グッドボタンを押していただけない方に関してはですね、で、まあ、うわー、シスター、で、ミー、で、花、ねえ、やっぱりね、これでもシスター、上だろうね、多分ね、で、男の子がいて、で、シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポっていうので、わー、たくさんの、だから、ここにで働いている、まあ、パパかママか、まあ、パパだろうね、の子供たちが、ここで、遊んでて、ケチャップを出しちゃった。で、そんな感じなんでしょうね。で、こちらの方で車が、1、2、3、4、5、6。こんなナンプレってあるのかな？で、ハンドガン拾って、とある UBCS。で、自分の屍が動き出さない限り、で、これ、その銃をください。え、でもちょっと待って、どこに撃ったんだ、こいつ。これ欲しい。けど、多分、弾が、最後の弾丸を一発ブーンっていって、で、あとは残りハンドガンヒューンってやっちゃったって感じですかね。どこって死んだんだ、こいつ。なんか最終的に動き出さないか、こんなケチャップぶちまけてさ。ケチャップ以外にあとなんだろうな、この赤いの。やっぱポストは液体じゃないからダメか。で、じゃあこっち向かっていきましょう。んで、他にはチラチラチラ。で、一つ不思議なことがあってね、後であっちから走ってくるんですよ。で、あっちから走ってくるときにですね、なぜかですね、ここのね、荷物が全てなくなってるんですよ。誰がどかしてくれたんだろうっていう、そんな不思議な。お前、このチャリ、ここに待ったんか。で、うわぁ。酔っ払いたちがたくさんいるわ。完全にあいつなんかさ、手前の、なんかあの、警備員みたいなやつなんかも完全にもうあれだもんね。やらかしてるもんね。もう、立ってられないって感じがしてるもん。みんなもああならないようにね、あの、お酒を飲むのはすごくいいことだと思うんですけどね。まあ、そう、楽しむとかね、たしなむとかっていう意味で。ワンちゃんは嫌いなんでね、ここに出てくるワンちゃん、おーおーおーおお、電気マッサージ気持ちいい。あ、行った。じゃ起き上がってくるんかーい。すごいな、死んだふりができるワンちゃんな。やっぱりあれだね、あの前作からもさ、ほらあのお手伏せ待てチンチンワンワンって、チンチンワンワンじゃねえや、チンチン、チン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 、なんだっけ、おかわりか。うん、あの決してあの男の股の間、あの、足と足の間にぶら下がっているものをあの言いたいものではなくてですね、はい。あ、気づいた。気づかない。もうダメだ。もっとウイスキーをよこせ。うるせえ、テキーラ飲んでるバロー。あ、ごめん、なんか向こう側の子までやっちゃった。完全にタイヤ食べに行ってる。ドーナツだと勘違いしてる。酔っ払うとあの、こんなに大きなドーナツがあるんだって言ったら、多分ね、あの、惚れちゃうんだろうね。あ、出た。ウィー倒れた、ベシッ。あーはー。完全に女王様プレイみたいな。もうちょっと足が左にずれるとあれだね。完全に、息子じゃねえや。足が息子をこうね、やってるとか、もう完全に食い込んでんだよな。まあでもそんなことをするとあれだから、だからこっちの方でブーンってやると、あ、もうちょっとこっちかな。ウィー、よいしょー。あ、これはダメだな。この絵面はちょっとダメだから、これ、完全なる18禁でしたね。男の顔に女の股が挟まってるからな。出た !XWW226! で、こっちも多分 XWW226 だろうね。で、こいつも XWW226 だな。うわぁ、これダメだな、本当にもう。どこにでも現れやがる。で、こいつは678910。え678910。え、2つ被らせるの？で、さっきさ、どっかでさ、123456ってあったでしょ ?123456。おう、連番になってる。そんなことがあるんだ。で、連番になって、まあ、それはいいとして、で、ガンパウル。ルパン三世。まあ、ルパン三世の車だからこういうことはありえんだろうな。多分、まあ、後ろの、あの、なんかよくわからないバンが突っ込んできて、それが、あの、ここまでの角度に、ツッドーンってなったんってことですね。で、この鉄塔は果たしてどうなるんだ？鉄塔にはどうやらですね、透明になれるというスキルがあるのかもしれない。はい。というところですね。
じゃあ、向かっていきましょう。まあ、特殊な、特殊な食種プレイとか、食種プレイ自体がもう特殊だから、それをまあ見たいよっていう方に関しては、そちらをね、今からね、ご覧いただこうかと思いますんで、こちらになんかよくわかんない、くるくるくる、くるくるくる、日本指で拍手。くるくるくる、くるくるくる、日本指で拍手。くるくるくる、くるくるくる、3本指で拍手。くるくるくる、はい、くるって邪魔って。いや気持ちいいね。あれが成功するとね、そういえばこういう技があったなっていうのを今走りながらちょっと思い出したものだったんで、ちょっとなんかくるっとやってみたらなんかなんとなくこううまくいっちゃったよっていう、そんな感じですね。でこっち行って、こうピコ、ピコ、ピコ、これは残しておきましょうか。でこっちの方で、ちょ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 、そうなんだよね、これがね完成されてない世界線が一体どうなってるかっていうところなんですけど、まあでもとりあえず拾いたいアイテム等々がまあいろいろあったり残ったりラジバンたりしてるから、こっちの方でポーンと、はい、飛んでて、でこっちの方もなんか倒れてグエ、これあー女の子が2人もいる、え女2人に男 1？ もうやること1つしかないじゃないですかね、説教んーで、こっちをペコペコって開けて、ほい、あちょちょパパ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 パで、焦げて、うわぁ、復習時間、ウィー！じゃあ、いけるね。じゃあ、こっち行きましょう。さあ、で、今回、ちょっと試してみたいなってことが、ジルが妊娠するんですよ、今回。でジルが妊娠して、その妊娠をした状態で、ひどいね、これ、だから多分今、つわりが始まっているという状態ですね。通常のね、匂いですらもうちょっとね、限界を迎えるっていうくらい、やっぱり女性にとっては、つわりっていうのはかなりしんどいものでございますんで、うちの妻もね、やっぱりね、子供をね、授かった時にやっぱつわりがしんどいっていうことをね、申し上げ、おっしゃっててですね。で、僕もできる限り力になりたいなと思って、その時にさ、なんかこう、なんか匂いの強烈なものってやっぱ無理じゃないですか。通常の匂いですらもうきついって時があるから。で、何がいいのかなと思って、やっぱりな、結構ね、その柑橘系だったりとか、まあ、酸っぱいもの系なんて言ったら、例えば、ポン酢とか酢の物みたいな、なんかそういう、ちょっとあっさりした感じのやつが、結構ね、いけるみたいな、そんな話でしたね。さて、細いものがね、まあ、細いもの、いいんだ、なんか、ポンってできる。よし、で、ほい、よし、で、こっち、ボーイーン、ぽよん。で、こっち行きましょうか。で、こっち行って、ここまだうじゅうじゅうしてる？うじゅうじゅう。これはなんかあれなんだね、敵判定してるんだね。ほら、生きてる人間とか死んだ人間とかだったらさ、こう、ね、もう今構えられない状態になってるじゃないですか。さて、このにひどい匂いの中、つわりがちょっとひどくなってきている中、ここカチャカチャ、カチャカチャ、カチャ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 、コチョン。と開けて、こっちをチラッと見ると、キーピックを用意しましたーって、なんでね、今、キーピックみたいなちょっとあっさいもんでね、やるんだろうね。もうちょっと厳重に管理しときよってね。ハイボルテージということでさ、ジルが孕みます。キャー食食プレイお注射よ。ゆえこれはね、多分好きな人は好きなんだろうな。まあだって口に加えさせてるってことだもんね。よし。じゃあ、このまま向かっていきましょう。はい。あ、走れないんですね。あー、なんかいるー。走ることはできないと。おー、なんかすっごいぬち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 してる。うい、燃えて。え、これで？あ、でもファイン。ファインか。そっか。どっかいるかな。うぃー。ここ無限脇なのかな？でる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 ファイン。あ、でもやばい。なんかちょっとどん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 犯されていっている感じがする。こっちは特に何もないのかな？じゃあこっち行こう。走れないって辛いな、なかなかね。くるっと振り返って。ほいっと。まあ、とりあえず安心安全をお届けしたい。ただし気持ち悪さは別ですっていう状態に今なっちゃってるんですけど。まあまあこうやってね、定期的にね、ちょっとやっぱり、虫タイプは炎タイプの技に弱いですから、こうやって攻撃する。あ、今なんか、ドックンドックンドックン。あ、こうし、え？やばい。このままやってるとあれなのかな？胃を突き破られて終わるとかなのかな？どうなんだろう？ちょっと限界までチャレンジしてみます。人体実験やってみます。さあやるわよって、なんかやるわよってすごい元気になってるしね。で、くるっと振り返って、いるかわかんないけど、とりあえず、ボーン。あ、なんかちぎれたぞ。なんか足が吹っ飛んでた気がする。こっちは特に何もないので、そのまま登っていきましょう。で、てて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 、ベン。あ、開いてる。で、チラッと。で、こいつは、チャドのメモ、チャド。妙な虫。あ、ちょっと待って。あれだね。この状態でも後ろがドックンドックンなってんな。不思議な状態ですね。はーい。で、アップダウン。で、ここでは、母さん。
で、なんとか強烈な吐き気も耐えた。ちょっと待って、腹が痛くてもね、暖炉器の前で巨大な管みたいなのねじ込んで、ダメだ、痛い、腹の中動いてる、吐きそう、我慢、痛い、もう割れる、お母さん、ママ、生まれ、あー、出産したね、これ完全にね、出産しちゃいました、あ、ちょ、出産しましたね、これ完全にね、生まれたね、で、母さんからママっていう言い方に変わってるからね、多分もう、あれだね、通常営業で動くことはできないけどね、うわ、この穴という穴にぶち込みたいよね。やっぱり穴を見つけたらなんか棒を突っ込みたくなるよね。で、こっちに向かって、おー、なんかすごいどんどんドッキュンドッキュン、よし、くるっと振り返って、よし、急げ、うわーん、上からティロチロティロティロ垂れているということで、ふんしょ、ふんならばふんならばふんならばパッ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 、くるっと振り返って、たくさん出てくるかな、あれ出てこない、出てこない、おー、爆発、ふいっと、注意、ルーティンヒュースト、あれ、こいつら強いぞ、こいつら2発じゃないと無理だった、うわ、デロン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 発射準備、おーライ、後ろ来てる、こちら、あ、来てる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 、危ない危ない、もうこれ以上、おーまだもう来てる、燃え燃えピピピ燃えピピピで、あれですよ、とりあえずフンデラバーのフンデラバーでアイシールド21ゲイヤー、オッケー、これで全部、これこいつがなかったらね、どういう状態になるん、来てる、おー、まあ飲みもこんなに大きくなったらね、もうやってらんないっすよね、本当にね、もうただただ絶叫発狂だよね。で、ういよ、ビシャ、ビリ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 しびれて、さあ、果たしてこのまま無事に脱出することができるんでしょうか。後ろを振り返って誰もいない、こっちのいない、もう一回のビリビリ、よいしょ、なんかどんどん画面があれだね、侵されて、でも結局コーションから変わらないんですね。じゃあ、ありがとうございました、ペケッと、で、こっち戻っていって、じゃあ、とりあえず、うえ、ん、なんだ、うえー、好きな人いる？気持ち悪い。え？あ、そう、あ、違うな。とりあえず一回じゃあ破壊してみましょう。破壊して電気を通してみて、戻してみた後に、彼ら虫は全滅しているのかっていうのをちょっと確認しに行ってみたいと思います。ということでスイッチを押してみましょう。これでくたばって。でん、でん、でん、でん。よし、いいっすねー。さあ、ということで、すべて破壊し尽くすことができたというところでございますんで、とりあえず果たして一体どうなっているのか、ちらっと。っていうか、ここのあれなんだね。ちょっと待って、でもさ、なんで入ったんだろう、時間制限、それとも、あれを抱えたまんまゲームを進めることっていうのはできないみたいな。おー、ふにゃろーっちゃー、よくも私たちの巣を破壊してくれたわね、みたいな、そんなお怒りの状態。あ、こちら何もないのね。そうだよね、そうだよね。せっかくね、居心地のいい巣をね、作ることができたのにさ、なんか、よくわかんない、ビリビリのせいで、巣が破壊されちゃったら、それはブチギレプンプン丸になるっていうところですよね。あれでもあんまり明るくはなってないですね。なんかピー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 言ってる。で、あ、じゃあもうやっぱ他は出てこなさげなのかな？こっち、あ、違う、こっちじゃないな。こっちに戻って、ルンルン、戻るってか、進んでってんだ。一応、ベレ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 。ドゥワン、特にないね。はい、じゃあまあ虫虫ピピピ虫ピピピに関してはこんな、あ、出てきた、出てきてない、出てきてないね。だから多分、おーおお、虫虫ピピピ虫ピピピ、どうするかな、攻撃してくるかな、こいつ逃げる、あー、どっか行っちゃうね、こっち向かってくるかな、ふぅーまん、溶けた、なるほどね、ここから出てきたんだね。やっぱ穴から生まれてくるもんなんだね。あれ、なんか今ね、あ、なんか熱中熱中してるだけか。なんだ、粘液か。よし、じゃあ、一旦ここで、だからここでグエーってなったから、多分ここの、このフェンスが境界線になってんだろうな。だからあの虫を持ったままクリアすることはできないから、まあ、苦しまないようにちゃんと、グリーンハーブ食べてねっていう、そんなオチだったんだろうね。はい。ということで、虫は残念ながら電気と共に、一生一緒に生きてくれやーはできないということだったんで、まあ、そんなことも言いながら、こっちチラッとやっといて、1個で十分、2個で十分、3個で十分、4個で、なんか出てきた。あ、よいしょ、ピッと、ほい、ほい、ほい、
ほい。ということで、てかあれか、そうか、普通にさ、ダメージ食らった時に回復のコインさえ持ってれば無敵なんじゃねって今思ったけど、まあ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 、そんなことも言いながら、一旦、じゃあ、この辺りで観光ツアー終了とさせていただきたいと思います。はい、境界線を見つけることができたという新たな発見、皆さんいかがだったでしょうか？ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく！ではまた、バイバイ。